インドハゲワシは、インド、パキスタン、ネパールに自生するハゲワシの一種である。生息数が著しく減少したため、2002年に国際自然保護連合のレッドリストの絶滅危惧種に指定された。本種の生息数が減少した原因は、ジクルフェナクによる中毒種である。中型の大きさである。胴体と右腹は単色であるが、羽柄は暗色である。 翼は広く、お葉は,は短い。その頭と首にはほとんど羽毛がなく、くちばしはかなり長い。体長80から103センチメートル、翼体長1.96から2.38メートル、体重5.5から6.3キログラムである。白襟ハゲワシより小柄である。また、白襟ハゲワシにある中う腹の白い筋が見られない。主に崖の上にて繁殖を行うが、 ラージャスターン州では、樹上にて映像することが知られている。また、オールチャーのチャダーブジジーンのような高い建築物に繁殖することもある。他のハゲタカと同様に、不肉食動物であり、サバンナや人間の居住地の上空から食料となる動物の遺体を見つけ出す。頻繁に群れで移動する。飛行中のインドハゲワシインドハゲワシとベンガルハゲワシはバングラデシュ。 パキスタン、インドにて、個体数が97%の99%減に至っている。2000年から2007年の間、本種とハシボソハゲワシの減少率は年平均16%以上であった。原因として、ジクロフェナクによる中毒によるものと同定された。ジクロフェナクは、ヒステロイド性抗炎症薬であり、関節の痛みの軽減のため家畜に処方され、 その薬効は長期間にわたる。死の間際にジクルフェナクを投与された牛の肉をハゲタカが食用することにより中毒になるとされる。ジクロフェナクはハゲワシのいくつかの種に人不全を引き起こす。2006年3月にインド政府はジクルフェナクの家畜に対する処方を禁止すると発表した。別のヒステイロイド性抗炎症薬であるメロキシカムは ハゲワシに無害であることが判明しており、ジクルフェナクの代替品となるかの証明が必要がある。メロキシカムの生産が増加すると、ジクルフェナクのように値段が低下することが期待される。2011年8月、インドは約1年間ジクロフェナクの家畜への使用を禁止したが、使用を防ぐことができなかった。インドハゲワシは、インド半島のカルナタカ州及びタミルナード州にて、 少数しか生息していない。スハゲワシのいくつかの種の保全のため捕獲した上で、野生と隔離した施設で繁殖させる計画が開始された。ハゲワシは長寿命であり、繁殖が遅いので、計画は数十年かかると予想されている。ハゲワシは約5歳で繁殖年齢に達する。ジクロフェナクの中毒がなくなる環境になれば、 施設で生育したハゲワシが野生に放出されることが期待される。2014年初期にセービングアジアエスバルチャーズフロムエクスティンクションは2016年より施設で生育したハゲワシを野生へ解放すると発表した。アジア初のハゲワシ再導入計画の一環として2016年6月2話のヒマラヤハゲワシがハリアーナー州 ピンジョアにあるジャタイ保全繁殖センターから野生に放たれた。ありがとうございます。